合同火力演習をする時間がない、めんどくさい、でもやっぱり効率的に素材を集めたい、そんなあなたのために今回の演習応答で4-4-4クリアできる編成を教えます。始める前に注意点、時間がある先生は一時停止で読んでください。では早速パーティー1の編成、優香は別の2-3コストタンクでもいいです。キリキは固有3ですが、いろはは星4、ムツキはレベル72なので3人揃ってある程度の火力を出せるかがポイントです。開始スキルはあえて響きを選択しない方がスキルのタイミングが良くなる。続いてパーティー2、キャンプ晴れ持ってない先生は他のコスト2で代用してみてください。ヒナより応援団小鳥の方が良いでしょうが、持ってないので試すことができませんでした。マリナは EX で前に進んである程度敵をまとめます。マリナがないとヒナ、小鳥は EX をあさっての方向に打ってしまいがちです。その点ではマニーネルやミネで代用できるかも。最後にパーティー3、パーティー2同様マリナは前線を前に進める役目なので、バニーネルやミネでも良いかも。都合上あるのレベルはこれ以上上げられませんが、もっと育成してる先生は普通のタンクでも大丈夫かも。応答を出た千夏は一番近い味方にバフをかけるので、戦闘中の移動で生徒たちがどこに留まるかが重要になります。正直千夏の EX とノーマルスキルをマックスにしても、この編成は運任せすぎるのでフェズさんの方がずっと楽です。1分経ったところで、あとは実戦を見てみるだけです。早く終わらせて、もっともっとしようか。旬の役目終わり、優香は敵がムツキまで行かないための盾、運が悪ければムツキの地雷は変なところに置かれるが今回は大丈夫そうです。まだ終わらないわよ、合理と理性の無駄よ無駄よ、どうかな、まだ終わらないわよ、大変なことになる。まだ終わらないぞ。今のはどうかな、証明するの、ダーン、よいしょっと、まだ終わらないわよ、それなりに大変なことだからね、行くわね、ダーン、まだ終わらないわよ、ガンガン撃っちゃって、なんなら計算結果にするなら、まだ終わらないわよ、今回はギリでした。もうちょっと余裕がある時もあれば運悪く負けることもあります。それこそがオートの醍醐味。でも合同火力演習は何回でもやれるので特に問題はないです。続いて2チーム目、戦闘突入、極力攻撃侵入する、技が負けないよ、くらえ、甘い、ターゲット確認しました、基本大物だ、熱いから気をつけてね、全身全身で乗ってください、逃がさない、見ての通りマリナが前にいるおかげでヒナの EX が結構効いてます。ムツキの EX も同じく、当たって、ごめんだ、焼き芋食べる、覚悟して、逃がさない、前進前進せよ、ゆるがに行くぞ、私もちょうどいいもの持ってたんだ、当たって、これでどうだ、狙いは正確、前進前進せよ、はい、どうぞ、甘い、甘すぎる、甘い、甘すぎる、受け取ってください、どれくらい耐えられるかな、勇敢に行くぞ、じゃーん、モツキちゃん特製花火、ターゲット、今回は2匹逃したが、それさえなければ残り20秒でクリアでした。お疲れ。じゃあ私はこれで。最後のチーム。この位置での支援は。ほら、短いでしょ。
害は確実に遂行するんだから。勇敢に行くぞ。最初はちゃんとチナスのバフが響きに行きます。決まりのバフも響きに行くのが望ましいが、戦闘中の移動により大体チナスが真ん中に行きます。今回チナスとひまり両方のバフが全て響きに行きましたが、普段はそううまくいきません。所持のあると応援団響きがめっちゃ強い先生以外はフェーズ3に挑戦することをおすすめします。この動画ではあくまでもフェーズ4も可能だと証明したかっただけです。皆さんお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。